6時ですからね。おお。ニールズはね、すぐ先にね、宇治山田駅がありますからね、そんな感じになってますけど、JR はこのまま五塚岡、一回動画で来ましたよね、このまま行きましたってことで、で、20分後の発車なんですけど、もう向かいのホームに来るらしいんで、このまま待ってようかなと思います。一回降りて、行くかな、ちょっと外出ようかなと思いますけど、朝飯食う場所がないですからね、パッとね、思いつくことないですし、一回また渡ってね、行かないといけないので、それね、考えると、まあ、いいかという感じですね。まあ、20分ですね。ゆっくり待ちたいと思います。で、10時には着くのかな、でそこから40分なんで、そう、蕎麦駅からちょっと歩くと距離があるんで、まあ、ちょっとした一間散歩くらいの距離はあるんで、10分15分ぐらいまでかかると思いますから、私も言うて歩いて行ったことないか、記憶にはないですね。昔、鳥羽水族館に歩いて行ったような記憶もあるんですけど、あるな、なんか歩いたな、もううっすらとした記憶で、小学校入ってるのくらいの頃の話ですからね、30年以上前の話ですんで、もううろ覚えですけどね。ちなみに鳥羽行きは折り返しなのかな、運用がよく分かってない。まあ15分、まあ15分とかね。でも今回ちょっと怖いのが、スマホの充電しとこに取ったんで、今もう 65% ぐらいなんですよね。スマホの充電切れるとあれですよね、 au ペイが使えない、バーコード決済できねえのやべえな、うん、冷静に考えてちょっとやばいですよね、まあ、ちょっと気をつけとかないといけませんね。しまった、車から充電コードだけでも持っていくときよかったな。いや、前から持ってもらえたらこれ電話これで古いですよね。あ、そっち側に消えるんだ。あ、そっち、あっちの尺に入れるのかな。で、ちなみに近鉄のホーム U ターン離れてますからね。あ、そこに止めるの、不思議だ。このスペースがある分ね、あそこ出てからずーっと歩かないといけないでね、意外と近鉄からそう伊勢市駅はね、この近鉄の改札は向こう側にもあるんですけど、向こう側に出てもしょうがないんですよね。下空とか用事があるのは、まあ、反対側なんでね。だからやっぱ観光で使うなら結局宇治山田の方のが、宇治山田やったらもうそのままトントントンと来ますからいいのかもしれませんね。人もゆっくり来ますね。って言っとったら快速面を送って、あ、忙しいな。これは名古屋まで帰ってくるんですね。なるほど。はい。で、向こうではゆっくり行きますね。ビスターカーがゆっくりゆっくりと。
ぐるーっと曲がって宇治山田駅にね向かってきますよという感じ。あとシアンタルもいなくなったな。それいなくなってるわ。折り返しこっちに入るんじゃないんですね。へえ。まあでもまあ昔の作りだから仕方ないとはいえちょっと厄介な構造ですよね。駅に入れてそのまま引き込みの方に入れるんじゃなくて、折り返すなりしてやらないといけないですしね、隣の駅のホールが中心だったらね、そこでね打ち止めしてここは快速運転してそのまま入れるとかっていうね、どこだったっけ、静岡鉄道とかのやってる湯野木駅みたいな感じのね運用の方法とかもありますけど、ここだとそうはいかないですからね。まあ唯一の救いはそこまでコーヒーの運転する必要がないことなのか。やべえ、良くないこともしか言ってないと思う。いかん、対策面が頑張ってますからね。そう、アウトドアフリーパスにとっては超味方ですからね、対策見えって。多分会議使うと思いますけどね。伊勢鉄道も直通でそのまま乗れるし、もう至れり尽くせりですよね、うん、お、あれ何だったっけ、あれ何だったっけな、観光特急ですよね。なんていう名前だったっけ。あの通勤型電車を超魔改造したっていうね。あれはまた向こうで、あれ。なんだったっけな。集いか。あ、だったっけ。あ、これ結構レアな、これ組んじゃね。これなかなかレアな組み合わせよ。